に描かれたローエングリン、ローエングリンは、アーサー王伝説、ケルト神話に登場する騎士。円卓の騎士であるパーシバルの息子で、白鳥の騎士と呼ばれた。なお、中世フランス文学、比較神話学の権威フィリップ・バルテールは、白鳥を連れた騎士、ローエングリンの伝説と、死後に白い鳥に変身して飛び立つヤマト・タケルの伝説の比較により、インドヨーロッパ神話に先立って、 ユーラシア神話が存在したという壮大な仮説を披露している。中世ドイツの宮廷女子詩人、ボルフラム・フォンエッシェンバッハは、超大作、パルチバール1200から1210成立において、主人公の誕生から聖杯王就任までの冒険を詳しく語った後に、聖杯王パルチバールの息子、ローエン・グリーンの物語を簡潔に伝えている。 それによると、高貴な女性が、ブラバントという国を統治していたが、彼女は、多くの旧婚者の申し出を拒んでいた。神が送ってくれる者の,の到来を望んでいたのだ。その時、白鳥の引く小舟に乗ってローエングリンがアントウェルペンに、上陸し、ジョーはこの勇士を丁重に迎えた。勇士が、私をここの主と望まれるなら私が誰であるかを、 決して遠てはなりませんというと、女王はそれを守ると誓い、二人は結婚した。そして子供も二人生まれた。しかし、彼女は後に約束を破り、ローエングリンは片身に、剣一ぶり、角笛一本、指輪一個を残して、聖杯城へと去っていった。グリム兄弟は、ドイツ伝説集において、白鳥の騎士にまつわる伝説を数話伝えている。四十一話。 ライン側の白鳥の船では、ヒロインの名は、ベアトリクス。彼女の領地は、クレーベ。白鳥の騎士の子孫は現存し、白鳥をかたどった、風見鳥が回転する。白鳥の塔がこれを記念するものであると。542は、ブラバントのローエングリーンでは、ヒロインの名は、エルスないし、エルザ。彼女の父ブラバントリンブルク公は、死の床で若き娘を、家臣の一人。 フリードリヒ・フォン・テルラムントに託す。彼は、流体児をしたこともある勇者であったが、傲慢になり、姫がかつて彼に結婚を約束したと偽って、彼女に求婚する。彼女がそれを拒否すると、彼は、皇帝ハインリヒデア・フォーグラーに訴え、その結果、姫は勇士を代理に立てて、フリードリヒとの決闘で、相手の主張の不当性を証明しなければならなくなる。 姫を助けようとする者が現れない中、彼女は熱心に神に祈り助けを求める。ちょうどその時、聖杯場で金が鳴り、緊急に助けを求める人がいることを知らせる。聖杯はパルチバールの息子、ローエングリンを派遣するようにと告げる。ローエングリンが馬に乗ろうとすると、白鳥が船を引いて近づいてくる。その間、エルザムはアントウェルペンに、 重心や家臣を召集していた。その集会の日にシェルデ川を登って、船を引く白鳥が現れる。ローエングリンは、姫から事情を聞き、彼女のために戦うことになる。エルザムは、その後、親族を呼び寄せる。母方の一族からは、イングランド王も駆けつける。一行は、ザールブリュッケンに集合し、さらにマインツにまで行く。 フランクフルトに滞在していた皇帝ハインリヒもマインツに向かう。マインツで血統が挙行され、ローエングリンが勝利し、フリードリヒは処刑される。ローエングリンは自分の出自を問わぬように言いつつ、エルザムと結婚する。ローエングリンは国をよく治めたばかりか、皇帝のためにもフン族や異教徒との戦いで優れた働きをする。ところがある時、 クレーベコート一騎打ちをした際に相手を槍でついて落馬させると公は腕を折ってしまう。するとコーヒーはローエングリンが蘇生の知れぬ者と嫌味を言う。その言葉に傷ついたエルザムはついに夫にしてはいけない質問をしてしまう。ローエングリンは白鳥の引く船に乗って聖杯場に向かう。エルザムは気絶し残された子供たちは皇帝が引き取る。 543は、ロートリンゲンでのロヘラングリーンの最後においては、主人公は、ブラバントを去った後に、リツボリー国にやってきて、その国の美しい女性ベライエの夫になる。彼女は夫を愛してやまず、夫が側にいないと病気になってしまうほどだった。ある時、彼女は次女に、夫を、さらにしっかと自分に縛りつけるには、彼が、寮から帰ってきて疲れて寝ている時に、 その体の一部を切り取って食べなければならないと、そそのかされる。ベライエはその勧めを尻け、次女を追い払ったが、次女は、ベライエの一族に嘘をつく。一族は、ベライエの苦しみを減らすためにその夫の肉を切ろうと、相談をし、実行する。彼は左腕に、致命傷を負い、秘宝を聞いたベライエも死ぬ。二人の遺骸は同じ棺に収められ、墓地の上には、 修道院が建てられる。この国は、ロヘラングリーンにちなんでロタリンゲンと呼ばれるようになる。544は、白鳥の騎士では、ヒロインの父親は、ブラバントコウゴットフリートと名を明かされているが、ヒロインには、名が付されていない。この話では、ヒロインの母にも言及され、ブラバントコウは、自国の相続人は、妻と娘とする文章を残していた。 しかし、公の死後、兄弟のザクセンコウが、ブラバント国を奪取する。コウヒは王に訴えることにする。ドイツ王カールがネーデルラントに赴き、内面編に滞在するというので、コウヒは娘を連れて、そこに向かう。ザクセンコウも来ている。王が窓から外を眺めると、白鳥がライン側を登って船を引いてくる。船の中には、騎士が眠っている。 皆は驚き、騎士部に向かう。王は騎士を歓迎し、裁きの場の諸侯の席に騎士を座らせる。公妃が、座布遷皇の不当を訴えると、公やは反論し、公妃は、彼と戦って、決着をつけてくれる人物を出さなければならなくなる。普段の騎士が、座布遷皇と戦い、打ち負かす。騎士は、公妃の娘と結婚する、彼の蘇生を尋ねないという条件をつけて、 二人は二人の子宝にも恵まれたが、妻は、夫が、どういう蘇生なのかを知らないことに悩まされた部を、犯してしまう。夫婦の子供たちからは、ヘルデルン家、クレーベ家、リーネック伯爵家など多くの貴族が生まれ、すべてがその紋章に白鳥を描いている。545は、ゼンニンゲルハルト・シュバーンの主人公も、白鳥の船で来た騎士であるが、口を聞くことができない。 カール王に迎えられ、名前を聞かれると、名前と旅の目的の書かれた文章を示す。王によく使え、皆に気に入られて、言葉を急速に身につける。王は娘を彼の妻にし、アルデンヌを治める公爵に任ずる。この短い話には、主人公の聖杯城との関わり、旧地の姫の救出と条件付きの結婚、そして妻子との別離についての言及は、 全くない。以上の話は、蘇生の知れぬ、よその地から来た若者が、窮地の姫を助けて彼女と結婚するものの、妻が、夫の蘇生を聞かぬという約束を破ったがために彼は、妻子を捨てて行ってしまうという筋を骨格とする。それは、世界中に類話が見出されるタイプであるが、老ングリン伝説の特徴となっているのは、主人公が、白鳥の引く船でやってきて、 同じ船で帰っていくことである。この説話を A 型説話とする。ローエングリン伝説の一部にはしかし、白鳥、しかも白鳥にされてしまった子供たちに焦点を合わせた説話もある。また、A 型説話と B 型説話を合体させた説話も生まれた。白鳥にされてしまった子供たちの話は、ロレーヌの死闘派修道院に属したヨハネス・デアルタ・シルバが、 メスの死境ベルトランに検定した、ドロパトス王と七な賢人の物語に初めて見られる。あらすじを示すと、以下のようになる。高貴な若者が狩りに出かけ、見事な角をつけた目鹿を目にする。鹿を追っていくうちに深い谷間の泉を見つける。そこに、金の鎖を手にした妖精が獅子を剥き出しにして、洗っている。彼女に見せられた若者は、彼女の不意を襲う。 その夜、星の運行によって、自分が息子六人と、娘一人を腹に宿したことを知った妖精は彼に、そのことを伝える。妖精の妻を連れて、城に戻った若者だが、二人を迎えた母は、嫉妬に苦しんだ。時満ちて子供が生まれたが、六人の息子も一人の娘も、金の鎖を首につけていた。義母は子供らを盗み取ると、 メス犬七頭をその代わりに母親のベッドの側に置いた。義母は奴隷に子供らの始末を命じた。奴隷は子供らを森の木の下に置き去りにした。すると、森で哲学の探求にふける老人が子供らを見つけ、住まいにしている洞窟に運び、目近の父で子らを養った。一方、悪事を働いた老婆は息子に向かって、お前の妻は子犬を産んだと非難した。 息子は、宮殿の真ん中に、ぶさのところまで生き埋めにしたばかりか、誰もが食事の際には、妻の頭上で手を洗い、その髪の毛で手を拭うように、食事としは、犬の餌を与えるようにと命じた。一方、七年間しかの父によって養われた、子供たちは狩りをして鳥や獣を捕らえるまでになった。ちょうど狩猟のために森にやってきた彼らの父親と、遭遇した。 彼はコラを捕まえようとしたが、逃げられてしまった。城に帰った息子からこの話を聞いた母親は、奴隷に子供たち探し出し、鎖を取って来いと命じる。奴隷は森に行き、男の子たちが白鳥に姿を変えて、川で遊び、女の子が兄たちの鎖の番をしているのを見つけると、その鎖を奪い持ち帰る。少女の鎖は奪えなかった。老婆は、 金斎串にその鎖で杯きを作れと命じた。しかし金斎串は6個の鎖のうち1個しか壊すことができなかったので、それに手持ちの金を加えて杯きを作った。鎖を奪われたために人間の姿に戻れなくなった。コラは白鳥のまま住み着くのにふさわしい場所を求め適当な池を見つけた。そこは自分たちの父親の居城に近かった。 上主は、姿と歌声の良さゆえに白鳥が気に入っていた。白鳥たちの妹は、人間の姿に戻ると、城に登り、食べ物を恋求め、白鳥の姿のままの兄たちのために、それを持ち帰った。宮殿では母である人のために、そうであるとは知らずに泣いた。上主は、ある時、少女を呼び寄せ熱心に観察し、 自分の一族の特徴を彼女が備え、また少女が首に金の鎖をしているのを認めた。上主が娘に事情を尋ねると、少女はこれまでの体験を語った。居合わせた奴隷は池に戻る。途中の少女を殺めようとしたが、上主に阻止され、悪事を白状する。少女は、金細駆使から鎖を受け取ると、池のほとりに行き、兄たちに鎖を返した。皆は、 人間の姿に戻ったが、一人だけは、その鎖を、金細工師が逆を作るために壊してしまったので、白鳥のままだった。これが、武装した戦士の乗った小舟を、金の鎖で引っ張ったと言われる白鳥である。上司は悪事を働いた実母を罰した。ラテン語によって表された、ドロパトスは、フランス王と近い関係にあった人物によって、フランス語の詩に翻訳され、 白鳥の小舟に乗って現れた騎士は V4 高領を所有したと付言された。この陰文版は15世紀にドイツ語の3文に翻訳され、1845年にはベヒシュタインが現代ドイツ語で再話した。白鳥の引く小舟に乗って登場した騎士の活躍と別れを描く A 型説はと騎士の乗る小舟を引いた白鳥の由来を語る B 型説は その両方を合体させた説話を伝えるのが、グリム兄弟編さんによる、ドイツ伝説集540話、白鳥を連れた騎士である。この話では、物語の場所と人物が特定されている。場所は、フランドルのリレフォルト王国。国主は、ピリオン、ヒガ、またブルーナ。王夫妻の息子が、オリアント。王子は狩りに出かけ。 泉の川で、ベアトリクスという名の乙女と遭遇する。王子は彼女を連れて帰るが、王子の母は、娘が裸で、蘇生がわからないので娘を嫌う。ベアトリクスが七人の子を産むと、義母はコラを奪い、召使いに殺害を命じる。殺されずに森に捨てられた、コラは、ヘリアスという名の因酒士によって養育される。飲酒士が自分と同じ名前をつけた子だけを連れて、 出かけている間に、残りの子6人は、まだ生き延びていると知ったマタブルーナのカリュドに捕まり、鎖を奪われる。するとコラは白鳥になってしまう。鎖で小鉢を作るように言われた金彩育士は、渡され鎖6個のうち1個だけで、小鉢2個を作ることができたので、残りの5個の鎖と小鉢1個は手元に置いておく。マ、ま、タブルーナはベアトリクスを犬と交わったと訴え、 承認を立てる。ベアトリクスの祈りを聞いて、神が派遣した天使によって、母の苦境を知ったヘリアス青年は偽証者と対決して、打ち破り、母の無実を晴らす。金彩騎士から鎖を受け取ったヘリアスは、城の池に現れた白鳥の首に鎖をかける。すると白鳥は、人の姿に変わる。ただ、人はの白鳥だけは人間に戻ることができなかった。 フリアントの後、ヘリアスが国政を取る。ある日、弟の白鳥が城の池で小舟を引いてきて、彼は白鳥の導くままに旅に出る。ここまでが物語の前半で、ドロパトスの編集と言える。後半は、パルチバールの後日談、白鳥の騎士の編集と言えるもので、場所ばかりか、時代も明確にされ、しかも子孫は、第一回十字軍の英雄に結びついている。 時は、ドイツ皇帝夫一世の時代。当時アルデンヌリエージュナミュールもその地下にあった。皇帝は、霊面編で議会を開催した。そこで、フランケンブルク博が、V4 校の日、クラリッサ、ノモンスクラリッサを相手に、公が公悔に出ている間に、夫人は、不義の娘を設け、公を毒殺したと告発し、国土は自分に帰属すべきと主張した。そこに、 ヘリアスが登場し、白を打ちまかし、皇妃の無実を証明する。ヘリアスは、皇妃の娘イダと結婚する。しかし、後にイダは蘇生を問わぬという約束を破り、ヘリアスは、彼女の元を去る。彼は、リリフォルトに帰ると、金彩串に小鉢を渡し、それで鎖を作らせる。それを、白鳥の首にかけると、白鳥は青年に姿を変える。ヘリアスは、 修道院に入る。一方、ヘリアスとイダカラは、娘が生まれていたが、その娘は長じて、ボンハクオイスタヒアスにつぐ。彼らに三人の息子が生まれたが、長男が後に十字軍を率いて、聖地奪還を果たす。ゴドフロア、次男がエルサレム王になったボードゥアン。父の名を継いだバッシュは、母以外の女性の父を飲んだために王者にはなれなかった。 百年戦争の最中、イギリス王ヘンリー6世は、フランス国王シャルル7世の日の命、マルグリッド・ダンジューと結婚したが、その婚礼の席で、シュールズベリー博により、神父に検定された豪華本には、白鳥の騎士の物語が含まれている。1から30施設、名古屋大学言語文化部、言語文化論集1、XV-1。 ピアニッシも57から77、31から60施設、同 XV2、ピアニッシも3から18、61から100施設、銅 ZB1、ピアニッシも167から184、101から150施設、銅 ZB2、ピアニッシも115から136、151から200施設、同セブンティーン。 1. 1ピアニッシモ、31から53、201から252、施設、ドーセブンティーン。2. ピアニッシモ、3から24、253から291、施設、ドーズバイブ。1. ピアニッシモ、195から212、292から340施設、ドージックス。1。 ピアニッシも107から125、341から390施設、同。ジックス、2、ピアニッシも3から20、391から440施設、同21、1、ピアニッシも17から33からまでで、全767施設のうちの過半数の翻訳となっている。なお、タイは、 電子版が公開されていて、ウェブで無料閲覧できる。マイナスのキーワード、名古屋大学言語文化部、言語文化論集の、キーワード、名古屋大学言語文化部、言語文化論集。ありがとうございます。